中国でのパドル法による連鉄製造、天候怪物製紙工程、天候怪物東美の差し絵天候怪物は中国の民末に総王星によって書かれた産業技術書。天候は増加の巧み、怪物は人間の巧みを意味する。中国の産業技術史を展望するための書籍として評価されている。天候怪物の目次構成は次の通り、序文で 五国を尊び筋力を癒しむ順序だとしている。天候怪物は、民末期の1637年に刊行されたと考えられている。続く清の時代にも中国国内ではほとんど評価されず、散逸してしまった。一方、日本では1708年に、貝原駅剣の大和本蔵などに引用され、また、木村県足堂が秘蔵していたという。 1771年には、訓展と添え金の施された和国本が出版された。平賀源内も読んだと言われる。中国では1912年の中華民国建国後、地質学者の帝文江が探していたところに、日本に留学して、地質学を学んでいた。小大鳥つとむが持ち帰ったことが契機となり、再評価されるようになった。研究所、森本哲郎、読書の旅。 P136 から138。埼玉新聞源内秩父を行く8。手文みから言バンク。ありがとうございます。